今回のアカデミーではガンバ大阪ユースに密着。森下監督のもと熱き指導を受ける未来のガンバ選手たちのトレーニング、そしてプレミアリーグ第9節サガン鳥栖 U18 戦に密着しました。6月7日エキスポフラッシュフィールドでガンバ大阪ユース3年生がトレーニングを行いました。この日は軽いトレーニングメニュー、ストレッチ、2人組でのボールタッチ、タッチ制限付きのボール回し、ミニゲームと、全体的に笑顔の絶えない雰囲気のいいトレーニングでした。今シーズンも公式戦が延期するなど難しい状況下の中でプレーする選手たち、高円宮杯 U18 サッカープレミアリーグウエストも開幕から3連勝の好スタート。来る再開日に向けてチームは調整を続けます。今シーズンからユースの監督に就任した森下仁監督。そうですね、まあ、5月からこの間までちょっと中断したんですけど、1月12日からスタートして、3ヶ月近くやって、まあ改めてユースの選手たちのポテンシャルの高さを再確認しましたし、まあ、やってて本当に僕自身が楽しいです。いや、 やっぱり明神コーチ、大黒コーチの言葉には説得力ありますし、選手の頃から、自分自身に厳しくやってきた2人なので、本当に、選手たちは、ね、恵まれていると思います。はい、もともとポテンシャルある選手たちがたくさんいて、その選手たちが3ヶ月4ヶ月ですけど本当にスピードを早く成長してきているので、本当に、今年の最後にはもう全員がより成長して、これから進んでいくそれぞれのステージで、活躍できるように、残りの時間頑張ってやりたいなと思います。ジュニアユースのコーチから昇格した明神智和コーチ。そうですね、まあ中学生と比べて、スピード感含めて全ての部分で、レベル高いですし、まあ、この選手たちの次の目標ってのはもうすぐプロになることだと思うので、なんとか、いいサポートできたらなと思ってます。今日は遊びの、少しリラックスするゲームだと、まあ、練習の中で、ね、自分が気づいたこととかはあれば伝えるようにはしてます。選手たちが本当に高い目標を持って、日頃から、ね、高い意識を持って練習してくれているので、もちろんチームとしてプレミア、優勝することはもちろんですけど、いっぱいたくさんの選手が、ね、トップに上がってほしいなと思います。続いてこのチームのキャプテン中村二郎選手。僕はずっと1年生の頃からひとしさんに教えてもらって、まあ、僕自身すごくサッカー選手としても人としても成長できたと思ってるし、すごいいい環境に置けてもらえてるんかなと思います。今年は全員技術もあって、3年生が特に技術がある学年 で2年生はちょっとフィジカルもあって、今年は、まあ、全部が強いなっていう印象です。トレーニングの取材からおよそ1ヶ月後の7月4日OFA 万博フットボールセンターでプレミアリーグウエスト第9節サガン鳥栖 U18 戦が行われました。コロナ禍で試合消化数では違いがあるものの、ガンバ大阪ユースは3試合で3勝8.9、リーグ戦は全勝で再開、初戦となるこの日を迎えました。対するサガン鳥栖 U18 は昨年クラブユース選手権で初優勝を飾り、また近年トップチームで活躍する選手を数多く輩出するなど成長著しい強豪クラブ。お互い上位進出に向け負けられない戦いとなりました。
プレミアリーグ優勝を掲げるガンバ大阪ユース、いよいよキックオフとなりました。前半セットプレーを浅野が素早くリスタート。平川からボールを受けた2年生足立、得意のドリブルを仕掛けますが、チャンスは相手に阻まれます。一方サガン鳥栖 U18 はシンプルなフィードでチャンスを作り出します。抜け出した福井にフィニッシュまで持ち込まれますが、相手のミスに助けられます。ガンバ大阪ユースは相手のビルドアップを厳しくチェック、自由を与えません。前半の飲水タイムにも森下監督は細かく指示を選手たちに出します。しかし34分、サガン鳥栖 U18 酒井がミドルシュート。縦回転に変化したボールはキーパー浦山も目測を誤りました。先制点を与えたガンバ大阪ユースは平川のフィードから坂本が競り、南野が巧みなポストプレー、リターンを受けた坂本がペナルティーエリアに侵入。相手のタックルを受けますが、ここはノーファールの判定。1点ビハインドのまま前半終了。森下監督もハーフタイムに後半巻き返すべく指示を送ります。同点に追いつきたいところでしたが、51分、奈良原に右サイドに突破されるとペナルティーエリアに侵入され、そのまま痛恨の追加点を与えてしまいます。森下監督は攻撃的なカードを切ります。ミッドフィルダー和田に代えてフォワード鈴木を投入、攻撃陣にテコ入れを図ります。すると浅野が左サイドへ展開、足立がボールを受けシュート、鈴木がポストしたところに最後は坂本。ようやく攻撃に厚みが増すと62分、狭いスペースでボールを受けた坂本、巧みに相手をかわしボールを逆サイドへ流し込みます。いい時間帯での追撃弾でチームに勢いをもたらします。しかし次の得点が試合を左右するゴールを奪ったのはサガン鳥栖 U18。 83分、浦山が弾いたところを途中出場の小西に決められ1対3、リードを2点に広げられます。ガンバ大阪ユースは試合を通じて厳しい球際の攻防を見せます。しかし集中力を欠いた一瞬の隙を見せると、森下監督から激しい檄が飛びます。まずは1点を返すべく攻撃を畳みかけますが、ミッキーの突破も相手がブロック。そして試合終了。4戦目にしてプレミアリーグ初黒星を喫したガンバ大阪ユース、この1敗を今後のリーグ戦へつなげていきたいところです。中断になってからチームとしてまた上積みできるように練習してきたんですが、まあ相手の圧力にまんまとやられてしまったのが今日の悪い点だったかなって思います。個人としてはやっぱ自分はフォワードなんで点を決めなければならないポジションにいますし、まあ、そこで1点取れたのは大きかったんですけど、やっぱチームの勝利のために2点3点取っていくことができなかったことは、まあ、まだまだだなって思います。この1敗を今後どう生かすかで、まあ、チームの状況も変わってくると思うんで、まあ、プレミア優勝っていうのはぶらさず、まあ、練習からまた取り組んでやっていきたいなと思います。